皆様こんにちは。立川競輪実況担当の金山翔です。いよいよ競輪グランプリ2019の開幕ということになりました。皆さんもう選手の方はお決まりになりましたでしょうか。さてここで競輪グランプリ2019発走前にあたりまして、私が架空実況の方をここでやらせていただきたいと思います。ぜひ競輪グランプリ誰がどんなレースをするのか、あくまで参考までにお考えいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。新時代の幕開けとともに競輪界勢力図も大きく変わりました。立川競輪場で行われる20回目の競輪グランプリ2019、栄えある9名が登場です。すべてはこの日この時のため。対戦します。9名をご紹介しましょう。1番は熊本中川誠一郎、2番広島松浦裕二、3番福井脇本裕太、4番福島佐藤慎太郎、5番山口清水博人、6番神奈川郡司浩平、7番福島新田雄大、8番埼玉平原浩太、そして9番は京都村上博之。今年の競輪グランプリはこの9名によって火花を散らすこととなります。競輪グランプリ2019、いよいよ終盤戦へと入ります。脇本裕太、村上博之、近畿勢が動いていきました。残り2周回、中国勢清水博人、松田エルジ車下げていきました。福島勢中段へと追い上げて、新田雄大中段です。平原浩太、郡司浩平は動かずの後方、しかし清水博人がすかさず中段を確保しに行く。残り1周半、さあ脱勝です。今年も果敢に飛ばす3番脇本裕太、追走は9番の村上博之。今年は兄の背中を見ることのできなかったこの村上博之が再び立川で輝くべく足を溜めています。前段は近畿勢、さあそして中段位置から清水博人がやってくる。この競輪祭を任せに任せた中国勢が絶好の展開を築くか。しかしこの間に一気に平原浩太が悲願のグランプリ制覇へ踏んでくる。連れて郡司浩平と中川誠一郎も打ち目さばいてくる。そして郡司浩平後ろに切り替えている。そして後方にいた福島勢新田雄大の強烈なまくり。13年目のグランプリ決戦、佐藤慎太郎も追い込んで直線コース。ここで先頭は村上博之か、外から清水がねじ伏せる。さらに松浦裕二、今日もこの2人が並んでゴールイン。清水博人か松浦裕二か、そして最後は中川誠一郎がインコースさばいてきまして、この争いに加わって大外は8番の平原と7、6番の郡司。横に広がっての混戦、中でも中国勢松浦か清水か、新時代の王者君臨したのはどの選手でしょうか。競輪グランプリ2019 in 立川、架空実況を皆様にお届けいたしました。今から本当に私もこの立川競輪場でのグランプリ、新時代の王者誰になるのか今から楽しみでなりません。どうぞ皆様本当に立川競輪場ぜひ本場でご覧ください。12月30日16時30分競輪グランプリ2019発走予定です。ぜひご期待ください。